何も占いっていうのは詰まりきってずっとやってきてるものだけでなく、その人の気持ち次第でいろんなその方角っていうの方向っていうか、そういうものが出てくるっていうこと、そいつ分かってきたのもこの年になるまでいろいろみんなでその話を聞きながらこう暮らしてきて、この年になったためになんだこんなことかと思いやがったのよね。初めて、ほんでそいつを例えばみんなに伝えてもいいかなと思って今日飾ったのよ。その年の農作業で使う道具類、それを作るのが農家だ。結局これを伝えていくっていうのはその代々ですね、我々含めて若い連中が昔こうだったんだよっていうことをこう伝承させていく、この建物がこういうふうにあるので、ここを有効活用していただければいいかなと思ってます。でこれは必ずしも彦根の里がその役割を果たすっていうことではなくて、彦根の里のこの会場を利用していろんな団体がつないでいければいいことだと思います。なのでこの土間とかいろりとかこういうものが残っている限りはどんどんいろんな人がそれを学んで伝えていっていければいいのかなと、そういうふうに思っています。